まだブランド名が決まっておらず、佐賀菓子35号と呼ばれる柑橘の新しい品種は、西の香りと太田ポンカンを掛け合わせ、およそ20年かけて開発されました。直径およそ90ミリの大玉で、糖度は12度以上のものが多く、長期保存できる特徴があります。現在県内では58戸の農家が栽培していて、今日は唐津市のみかん農家、加茂達也さんが実を傷つけないように丁寧に収穫していました。試行錯誤の中ですね、やって、満足できる実がなったかなと思ってます。量は限られてますけど、多くの消費者に食べてもらってですね、佐賀県の中盤間のエースになってもらいたいなと。ブランド名は来月上旬に発表される予定で、3月には県内外に出荷されます。